李、碇李碇、李春陽、1870年6月25日から1917年3月22日は、李氏朝鮮末期の王族、大韓帝国の皇族。李王家の一族で、日本の皇族。父は、大韓帝国皇帝、皇宗の兄の李はじめ弁。母は、皇子、沖のり大院君の着長孫。純州、李王銀、李公のいとこ。 用紙に、李字は、慶極、郷は石帝、松帝。日本での名は、李公構宗とその日と対立していた祖父の、沖きの大院君により、構宗の代わりの国王に意図されたが、活動はいずれも成功しなかった。1895年5月、新日派内閣大臣の暗殺を陰謀したという、罪で捕まり、特別裁判所で死刑判決を受けた。しかし、 大院君の嘆願により、国王の特赦で流刑に減刑され、その年8月特赦で釈放された。1896年、木のと羊受編直後日本に留学した。出国した後帰国が許されなくなり、日本に滞留してから1897年日本を出て、ヨーロッパ各地を視察。1899年以後にはまた、日本に戻り、千葉県に干挙した。 1907年構想に変わり、順州が即位すると、朝鮮に帰国して、英戦君に封ぜられ、雲宮に住んだ。また、陸軍三将となり、君位等大局賞を継いで大君理科大受賞を授与された。1912年に、父が死去すると、行位を継いで、李工と称された。1917年3月22日、死去。後継ぎの男子がなかったため、 5月25日、重廷乗りの次男乗りが、養子となり、行為を継いだ。なお、そばめの、前順、との間に、娘の利達、がいた。英戦君怒りの親類、近親、祖先の詳細、原型不起略。ありがとうございます。